父上、滝川殿は無事に退却されたとのことですが、北条の勢いを押し返すことはできませんでした。私の力が及ばぬばかりに。だが真田が大名として独り立ちを果たす道は開けた。わしの夢が一つ可能たわ。信行、お前はその地を持って家を盛り立てよ。雪村、お前はその武を持って真田の戦を示すのだ。はい。父上、夢が一つと言われました。他にも終わりなのですか？上田に城を建てることよ。何者にも落とせぬ真田の城をな。さて、俺も滝川を追わないとか。信長のいない織田はどうなることやら。何があろうと口折れぬ太い幹がなければこの乱世に家名は残せない。あんたは幹になりたいわけだ。だが雪村は花だな。いざとなりゃ咲き誇って潔く散ることを選ぶだろうぜ。どうした、太い幹になるんだろう。踏ん張って戦国一の大輪の花を咲かせてやるんだな。真田の働きにより滝川一益ら織田家臣は無事に撤退。旧武田領は支配者の存在しない空白地となった。その結果、武田領は北条、徳川ら大大名の思うままに切り取られていった。真田家はこの大国の勝手な振る舞いを良しとせず、徳川家康からの城の引き渡し要求も断固拒否した。真田の意志は固いと見た家康は大軍をもって真田の本拠上田城を取り囲む。弱小大名真田の命運は尽きたかと思われた。だが雪村のもとに思いもよらぬ援軍が現れる。真田の将第一次上田城の戦い。踏み入りお救いくださるとはかたじけない。勘違いするな。道を遮るクズどもを追い払ったまでだ。その義の心、惚れたぞ。義とは弱き者に寄り添いその力となること。乱世に揺るがぬ精神だ。信じられぬか。ならばこの戦で義の力を証明しようではないか。誓おう、直江兼続。真田幸村。石田三成。我ら共に敵を打ち破り義の勝利を手に入れん。この手で守ってみせる。義、天下に示さん。元気そうで安心しましたよ。と
真田家のご嫡男に慣れ慣れしい口は聞けませんね。よしてくれ。徳川の大軍に攻められ明日をも知れぬ状況だ。必要ならば力になる。真田家の勢いには秀吉様も興味を示しておられる。その躍進を支える男の手並み確かめさせてもらおう。そう買いかぶられては戦いにくい。無論勝てる見込みがないというなら引き上げるまでだが。援軍感謝いたす。徳川の大軍を打ち破るため三成殿の力お借りしたい。やはり兄弟だな。その暑苦しさどうしようもなく似ている。こたびの援軍深く感謝いたします。感謝ならば上杉家当主景勝様にするのだな。父にある真田家に寄り添うべく私を使わされた。すべて公明なる景勝様のご判断だ。そのおかげで真田は徳川に対抗することができ私たちはこうして知り合えた。知り合うだと？その言葉許せんな。義の誓いを結んだ我らは同志ではないか。そうだろ三成。ん？逃げたなあの恥ずかしがりやめ。よし三成を探しに行くぞ。はい。敵をおびき寄せ、策を持っていきます。信行、雪村、手はずは分かっている。はい、父、私は策を指揮します。そして私が槍で押し寄せる敵を打ち払う。兄上、参りましょう。敵に策を蹴取られぬよう応戦するのだ。さあ行こう雪村。我らの力を示すには小松前向きの戦いだ。はい、三成殿もお早く。面倒な奴だ。でも一心は捨てるな。好きにはさせん。
出せ。
する意味。麦は義と愛の前に屈したぞ。気概を見せる。真田の科学は影にだが通じる。手に落ちたようなかなか見どころだ。主は民を思い出し、民は主を思って戦う。これぞ愛の戦。私も共に行くぞ。金継ぎ殿、ならば私も。ウィーラ城の想像以上です。稲が参ります。開門。ここは私が止めよう。神の結束、あっぱれ。愛の力、見事戦場に刻みつけたぞ。敵将、討ち取ったり。あとは私に。そなたには地の利がある。覚悟がある。これでは被害が増すな。撤退せよ。気にはさせん。だがこれも殿のご決断。本陣に戻り、殿の撤退を援護するぞ。開門。気にはさせん。おお、家康の守りを固めるつもりか。奴らが渡過する前に蹴散らすぞ。我が槍で止めてみせます。数の上で徳川の義務、撤退とは早計だ。これも先を見据えての決断なのだ。かかる小次郎一つ落とせず引いたのあれば、殿の女に傷がつきましょう。敵陣に切り込みて討ち死にし、一矢報いてまいる所存。ならぬ。世間の評など家臣の命とは比ぶべくもない。そうですね。外道を捨てたと命を落とし、今や何のために戦っているというのか。あなたの負けだ。おとなしく引かれ。聞いてください。これ以上あなたを傷つけたくない。この忠勝を超える限り先へは進む。覚悟あらば我に挑め。
私にあなたを超える力はない。それでも真田の家を守るため、マイ、真田の名怪我さずに済んでよかった。最後まで諦めぬ。今こそ見せん。意図愛が戦う力をくれるのだ。真田の戦、私の力を通じたのか、それとあとは私の。今こそ見せん。わかりました。ここに示そう。あなたが何を戦っているのか。守らねばならぬからよ。家族を、家を、国を、そしてこの日の元をな。真田の名怪我さずに済んでよかった。ここに示そう。